はい、こんにちは。では、では、第5問の話ね、やっていきます。天体の話ですね。いきますよ。問1、文中のあ、いに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを1から4の1から選びなさいと。はい、やります。夜空に輝く無数の星々はドームのような電球に張り付いて、地球の周りを回っているように見える。あー、素晴らしいね。なんかムーディーですね。で、日本では南の空に見える星々は少しずつどっち側へ動いていき、1日経つと、ふんふんって書いてありますが、まず青を埋めていきましょうか。青は、西から東か、東から西か。うん、まず、あのね、南って書いてあるんだけど、まず、ね、北についての話をしようかな。北の空を見てみると、ね、北には北極星ってやつがある。北極星。で、そいつを中心に、東から西へ、こうやってね、お星様がくるくる回るってことね。OK。まあ、それ北なんだけど、これ南でも同じことが言えて、南でも東から西へくる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 回っている、っていうのを考えてあげると、まず、総一は、あに入るのが東から西へ。OK。これは北も南も関係ない。OK。はい、いいでしょう。ってことで、あはありますよ。で、その次の時ね、1日経つとほぼ同じ位置に見えると。この動きは地球が自転するために見える、生じる見かけの運動であり、いいと、呼ばれますよ。うん。日周か年周か、1日ごとって言うんだから、これ日周だな。ということで、1番ですね。いには、日周運動っていうのを入れてあげてください。では、そしては、1番ですね。はい、じゃあいきます。次、問題2。地球の自転の証拠として最も適切なものを1から4から選びなさいと。いい？あの、1番。年収後継差っていうんだけどね。英語で年収後継差。太陽黒点の増減、うん、これは別に太陽がどんだけ元気か元気じゃないかの話だから関係ないな。で、3番、月の満ち欠け。月の満ち欠けはというよりかは、俺は4番のフーコーの振り子だと思うな。4番の振り子。これは振り子の実験。フーコーの振り子を選んであげてください。ですか？で、何か分かんないなと思ったら、ググるか、おかしみるか、僕のアザールシリーズを見てみればいいかな。OK？ はい、じゃあ次いきますよ。年収示唆を表しているのは、図2の A から D のうちどれでしょうか。ちょっと書いてみるね。僕に書いてなかったね。と、あー、どうだろう。まあ、書けないな。よいしょ。まあ、太陽の公転周期が、公転軌道がこうあって、で、公転がこういうところに光っていますよ。で、太陽がこの辺にいますよって話で、地球がまあくるくる回るぜみたいな話をやったと思うけど、OK？ で、A は？
電子練習数は D ですね。OK。で、問題4。問題4。地球から比較的近いところにある恒星については、練習室を用いて、恒星までの距離を求めることができます。こいつの角ですね。地球がくるって回っていって、あらな、1年で、あ、こんだけ見る角度が違ったなっていうのが、まあ、これでわかるわけですけども、こいつの角度を使って、表すことができますよ、なんていうね。で、練習室が1秒となるときの距離で 1% 働き、地球から最も近い惑星じゃなかった恒星であるケンタウルス座アルファ星の年収視差は 0.74 秒である。地球からケンタウルス座アルファ星までの距離として最も適切なものはどれでしょうか。まずね、考えてほしいのが、これ 1% パーセクより遠いですか、近いですか。どうして遠いね。角度、この角度がだんだん小さくなるってことは、まあ、もっともっとこの星が遠くへ行くってことだな。すると角度がこのその分だけだんだん小さくなっていくから、まあ遠いんだろうと。ということで1番は言えませんね、話なんだけど、こういう公式をね、皆さん覚えておきますから。一応基礎やってる人はね、これ完全に範囲外なんで。気にしないですね。で、地球からの距離を D としてここの年収視差の、角度を年収視差を、どうしようかな、よくね Q って呼ばれるさ、アルファベットの Q、ね、別に数字の Q じゃないよ、 Q、 あ、 P、 P にしよう、 P にしよう、ピーにしましょう。お、ピーとすると、要はここの角度がピーだな。OK。とすると、こういう公式が、地球の距離っていうのは、この年収差のを分数として、こういう公式と、こういう公式があります。地球の距離は、まあ、確かに年収差が小さければ小さいほど、まあ、遠くへになるんだけれども、それに 3.26 とかけたものが光年っていう、単位で、ただ単純に逆数の関係にあることを、新しくパーセクという単位で表す。これポイントだな、ポイントって感じ。まあ光年っていうと光が1年間に進む距離っていうね、1光年っていうのは大体そうなんだ。まあ光年っていうのが距離の単位だし、パーセクっていうのも一つの、距離の単位だと思ってください。どっちも距離の単位ね。で、今回求めたいのが、パーセクだね。単位がパーセクなんで、で、年収視差が 0.74 秒。これね、年収視差の単位は秒ですから。ダブルスラッシュでね、0.74 っていうのをこいつにボーンって代入してあげればいいので、答えは 1.4% だから答えは2番ですね。そうなります。この4は2番となります。 OK。 はい、これで、なんだ天文の話ね、終わりです。難しい言葉出て
てくると思いますが、練習者とかね、まあ、こういう公式っていうのをちゃんとマスターしてくれたら大丈夫かなと思っておりますので、はい、それではお疲れ様でした。まあ、なんだ、次の動画では、まあ、高評価お話をします。